おっと、落ち着くのを待ってスタートしました。揃ったスタートを切りました。若干1番アルセナールは後ろから、ただ盛り返していきます。2コーナーに向かっていく先行争いですが、内からはミカって呼んでいい、おお、それをかわして12番のマイネルモーント、マイネルモーントが花に立って向こう上面に出ていきました。外からは11番のダノンザタイガー、2番手から前に並びかけていくのかどうなのか、7枠2頭先行していきます。あとはミカって呼んでいい、外目は13番のカランデューラです。あとは1馬身差、ここにいます。1番のアルセナール、前から5頭目内内、さらには4番の天のメッセージです。その外目からはシフォノスペランザ、あとはデコラシオン続きます。中段馬群固まって、内は2番のマイネルエニグマです。その外目を通っては10番のディープリッチの追走です。さらにはドクタードリトル、後ろから3投目、あとは6番のゲンパチムサシ、最後方から5番のロマンシングブルーという展開です。一段の体勢、残り1000の標識を通過しています。隊列を引っ張るのは12番のマイネルモーンと、体半分ぐらいのリード、ダノンザタイガーは2番手です。その後ろ2馬身差が開いてカランデューラ、その内に3番のミカって呼んでいい、最初の 1000m は60秒8で行っています。60秒8のペース、4コーナーのカーブです。その後ろ1番のアルセナールは前4頭からは少し距離を置いたインコースの5、6頭目、さらには9番のシオノスペランザ、ドクタードリトルは依然後方より4コーナーから直線に向いてきました。さあ先頭は12番のマイネルモーント、マイネルモーント先頭、やや内を開けて馬場の3分どころ、11番のダノンザタイガー残り400を通過、その後ろカランデューラ、さらにはミカって呼んでいい、最内1番のアルセナール、さあ伸びはどうなのか、そしてその後ろ7番のドクタードリトル、外からは9番のシホノスペランザ残り200を通過、前が止まらないか、前が止まらないか、先頭12番のマイネルモント、2番手はダノンザタイガー、3番手13番のカランデューラ、前残りだ前残りだ、12番のマイネルモント降臨、2着は11番のダノンザタイガー、3着は13番のカランデューラ、1分46秒1前残りの決着、逃げ切り勝ちでした。以上、東京メインレース江ノ島ステークスでした。